初は小児がんについてほとんど知識はなかったし、実際に小児がんを経験した子どもたちと関わる機会もなかったです。でもクリスマス会や食育のボランティア活動を通して、子どもたちの輝く笑顔や自由な発想にとても元気をもらったし、パワーをもらうことができて、とても楽しく活動をすることができました。そして子どもたちの復学支援として養護教諭としてどのように関われるのかとか、保護者の方や子どもたちの思いを考えたり、晩期障害について学んだりすることができました。クリスマス会のボランティアでは、子どもが何を考えているのかということを汲み取ることが大切だということを学びました。養護教諭になった時に、今この子は何を考えているのかなと子どもの視点に立って寄り添っていけるようになりたいと思います。ボランティアの中で子どもたちの笑顔が見れたり、一緒に遊ぼうと声をかけてくれたりすると、自分自身も明るい気持ちになれました。クリスマス会では何をするか一から考えて自分たちで企画していくのがとてもワクワクしました。本番では子どもたちの喜ぶ姿が見れて嬉しかったし、ボランティアとして参加している自分自身もとても楽しいイベントになりました。